クレイチャンネル始まるよ。最近海外に行くことが多いからさ、あーね、中国もそうだしさ、うん、他の諸外国にも行く機会があるから諸外国にさだからまあやっぱり英語勉強しなきゃいけないなと思って。あー、それはね、うん、もう全人類がしなきゃいけないことですね。そうでしょ。そう、頑張ってんだよ最近ずっと。ずっとね、アプリしてるもん。もうずっとやってるね、移動中アプリ。じゃあいつかね、英語でやりましょう。英語でやろうかね、はい、NEXT 今日ね、虹龍さんマスコットフィギュア2、虹龍さんが帰ってきました。やったー。これ犬広さんね、もう毎度紹介の、はい、あれでも虹龍さんってパート1も再販しましたもんね。パート1再販してバリエーション変えて今回展開してるんだけど、はい、まあ、引き続きね、犬広さんの商品他にも出てくるから今後ね。あ、そうなの。新しい商品も企画しながら既存のものもいろんな展開も考えてね。犬広さんは止まらないですね、アイディアが止まらないね。素晴らしいね。で、やっぱね、虹龍綺麗だったね、色がね。綺麗綺麗。うん、いやこれね、本当爆発的に売れてましたからね。ね、よかったよね。で、パート1ともあるんだけど、まあ、今回一個紹介しようかな、はい、まずね、海風龍さん。海風龍さん、うん、今回ね、ブルーローリアカラーだね、これね。これいいね、うん、あ、ブルーなかったね、前回ブルーなかったね。結構ね、グリーン系が多かったんだけど、はいはいはい、今回ね、そう、クリアパーツとクリアじゃないところのね、ここのね、部分がいいよね。うん、一番龍っぽくないですか。そうね、龍っぽい感じするね。龍といえばちょっと青のイメージ、イメージある、ある。うんうんうん、ないか。うん、シェンロンはこっちじゃない。シェンロンはね、うん、清流みたいな感じ。清流だ、そうだね、なんかそういう感じ。中国の感じなのかな。あ、そうかな。でも中国って赤いイメージもあるからね。確かに、うん、そもそも龍がいないからさ、うん、まあ今年辰年だからね、そういったのもあるのかな。あ、そうだそうだ、辰年、うん、の龍ってことで ね、はいはいはい、このブルーすごくいいよね。これいい。でボディもグラデーション入れて、深い感じの青と浅い感じの青と、バランスがいいね。これ大変なのよ、みんな、うん、で続いてね、朝日龍さん。朝日だね。ああ、なるほどね、うん、これ手に持ってるの、まるで数珠みたいな。5つあるよ5つあるね、うん、これも透明だからね、すごい表情もすごく豊かだし、この紫と黄色の感じすげえ好きだな。いい、ね、これハロウィンっぽいね。そうね、前回より少しね、オレンジっぽい感じだったね。あ、確かに確かに、うん、で続いてこれね、雷龍さん。あ、雷ちょっと怖いね。これもチャラ社長色ですね。すごい焦げてんな焦げてすごいね、ちょっとなんか悪魔って感じがするよね少しやっぱね、黒にはちょっと邪悪なイメージが、ね、邪悪なイメージあるよね、ありますからね。しかもこれ今回角と背びれの部分はグラデーションになってるからね。ほんとだ、うん、色が黄色からブルーになって、こう雷みたいな。そう、すごいね。そうそう、雷みたいなね、強そうだよね。もうラスボス、ラスボスな感じするね。ラスボス、ラスボス、すごい。これは雷龍さんですからね、重量感ある感じがするよ、すごいやっぱ黒はいいね黒はいいね。で続いてがこれが紫陽花龍さん。あ、なんかいいね、色が鮮やかで。いいよこれは、ね、6月って感じね。そうだね、いいじゃんこれ、うん、一番優しい感じ、ね、優しい色だね、うん、で最後が虹色龍さん、オーロラバージョン、ね、あ、なるほどね、うん、はいはいはい、はい、これも結構オーロラっぽくなってる。これがオーロラね、前回がこれがオーロラで、はい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 、うん、これって、うん、透明の部分に対してるしてる、そうそうそう、じゃあほんと大変だこれ。そうね、まあグラデーションをかけてる、引きかけてる感じだね。シャーと、そうそう、クリアパーツってめちゃくちゃいいね。通常のやつとクリアが合わさるといいっすね。いいよね、うん、なんか急に高級感というか。そう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 、本当にクリアの展開増えてるからね、やっぱ、ね、いいよねクリアが入ることで、ね、やっぱみんな好きなのかな、クリア。今まででクリアだけはあるけど、はいはいはい、不透明と透明ってなかったから。確かにね、うん、それがね、ミックスがね、いい感じだよね。まあでもね、コスト高くなるでしょ。いや、まあ彩色はね、やっぱするからさ単色だったらそんな変わらないけど、ちょっと手間かけてるからね。そうですね、確かにね。そう、だグラデーションわざわざするから、こういうところオーロラとかさわざわざしなきゃいいのにいや誰に言うてんの、しなきゃいいのにさ、で単色でまとめりゃいいのに誰に言うてんの視聴者の人に、しなきゃいいのに、我々にけど、することがクオリアっていうね。あ、そうですね、うん、でね、こちらね、全5種300円、はい、3月末まで展開中で、こちらもぜひチェックしてみてください。はい、今日紹介させてもらったのは虹龍マスコットフィギュア2でした。ブラックおすすめだよ。よろしく。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。